んにちは、東邦ガス料理教室講師岩月です。今回はトマトがたっぷり入ったふわとろエビチリをご紹介します。それでは作り方です。トロエビチリができました。フレッシュなトマトが入っていますので、さっぱりといただけます。おうちご飯楽しんでくださいね。